なんかそうなんですよ、弾いてんだろうなと思った。いや、そういうわけじゃなくて、なんか、なんだろう、ぼーっとしちゃう、ぼーっとしちゃう、本当に。あ、でもなんか、先輩しかいないから、プレイヤーも。威圧感やばいよね、先輩4人の中で。いや、どうだろう、私、先輩上に1人しかいなかったから、すごい。とかもすごい、先輩もなんか話すの苦手そうで、自分も話すの苦手で、なんかすごい気まずくて、新刊の先輩みんなね頑張ってるけどね、なんか無理やりしても喋ってる。新刊ってだけコミュ障治る治るかな、うちもちょっと考えてる。チラシ配るのが怖い。スパイラル結構配ってました。なんか新刊の時になんかスパイラルもう見つけてたんですよ、ツイッターで。なんかいた
だけど、多分マリアさんとシュンさんが歩いてて、なんかもう威圧感。ごめんなんか、なんだろう、なんか綺麗だった2人が。なんかそれでちょっと近寄れなかった。ユニ着てるから目立ちますよね。うん、なんかさ、新刊にさ全部朝から夕方ぐらいまで、多分全部参加なんだけど、みんななんかすごい、あ、やだなとか言ってたの、うん、春休み中だし、うん、でもうないんだなって思うとちょっと寂しくなったな。もうユニ着てなんか良しっぽくないんだなって。で、1年から毎年やってたんですか。2年からやってた。でも文化祭があるからユニット、そうですね、楽しそう。文化祭文化祭の場所か、しかも文化祭まだ行かないのかな。ありすぎて、ちょっとすごい、なんか隣の隣とかも普通にチロスだし、チロスとかだったら怖いんだけど、なんかやっぱ知り合いの店で買いますよね。全然知り合いの目的が知り合いの店なんだ。なんか、あ、チロス食べたいみたいな言ってくれなさそう。できるわけじゃないですもん ね。なんかコスミックの、もう店出すんですけど、30人いるんですよ、あの実行委員が、この店出すような。やばくないですか。三日月、いや、あ、三日月じゃなくてコスミックの中のその店担当、なんか販売戦略担当とか、SNS 担当とかめっちゃいて、看板担当だったんですけど抜けちゃいました。やめた。トイレ行ってきます。Thank you.
間54分あったのに、うん、今14分になってる、うん、あ、電池やばいな。確かに。あ、コードそこにあります。あ、コンセントか。もしなくなりそうだったらこっから取る。あ、OK です。残り13分です。残量ですよね。